斉藤和子は、日本の政治家、日本共産党所属の元衆議院議員。本名、坂井和子。千葉県船橋市生まれ。千葉県立役園大高等学校園芸科、日本大学農獣医学部食品経済学科卒業。大学卒業後、千葉県立清水高等学校の常勤講師として2年間、勤める。その後日本共産党千葉県委員会に就職。 2011年日本共産党、千葉県西部地区委員会常任委員、青年学生部長。2012年より、船橋市で始まった原子力撤廃市民運動、脱原発船橋に参加。2016年区割変更の影響により、千葉4区から千葉13区へ移動。2009年の第45回衆議院議員総選挙に千葉4区より、出馬するも落選。 2010年の第22回参議院議員通常選挙に千葉県選挙区より出馬するも落選2012年の第46回衆議院議員総選挙に千葉4区より出馬するも落選2013年の船橋市長選挙に出馬するも落選2014年の第47回衆議院議員総選挙に千葉4区より出馬落選するも比例南関東ブロックにて 比例復活し、初当選した。2017年の第48回衆議院議員総選挙に千葉13区より出馬するも落選。比例復活もならなかった。ありがとうございます。